2002ですか、これ。かな？デルピエロ。あ、ロコ？はい。え、なんで今日そのユニなんですか？え？なんで今日するんですか？いや、まあ、たまにはこういう趣向もいいかなって。え、なんかイタリア代表とかデルピエロネタがあるとかじゃないですか？なんもない。なんもねえのかよ。そんなこんなでもう早速始めてるんですけども、どうも FKFC です。どうも FKFC です。お願いします。天皇杯負けました。いやー、本当に神様仏様ユンカー様です。やっぱユンカーいるとこうなるんだなっていう試合でしたね。言ってたもんね、なんか、リーグ戦のあれで、ユンカーがいなかったから、ユンカーいたら、もしかしたら、あのチャンス決めきれてたんじゃないのみたいなこと言ってたら、まさに天皇杯一発で決めてたわ。まさにでしたね。試合見れました、2人は。俺は、試合後に上がってるダイジェストで見た。いろんなダイジェストがあって、それを駆使して結構見たよ。なんか、ガンバの、あの公式のチャンネルでも、うん、専用のカメラで撮った編集したやつとかを、ね、そういうの上げてくれてるんで、うんうんうん、まあ、それをまあ主に見たりとかしてましたけど、そのガンバのやつ俺も見たんだけど、うん、レッツ点取ったシーンとか繰り返しとか一切なかったよね。そりゃそうですよ、だってガンバのチャンネルですもん。そんな相手のゴール繰り返しやってたらもう大ブーイングですよ、そんなの、うん、そりゃそうですよ。でもなんかそのユンカーをヴィッセルが狙ってるみたいな記事出てましたね。あ、見た見た。移籍金7億だかなんだかってね。6億だか7億だか、うん、いやいや、あげないでしょ。あげない、あげない、ね、あげないでください。うん。絶対あげちゃダメですよ。さすがにそこはどうなのって。うん。今ですら攻撃陣、まあ、余ってますからね。ボージャン、オースタコ、武藤。いいんじゃないの、うん。贅沢ですね。ねで、藤本とかもまあレンタルで出てってるけど、まだレンタルだから。うん。いや、贅沢っすよ、本当に。でも藤本選手なんか、移籍した後の背番号のことを、なんかツイートしてたの見ました。なんかね、はい、してましたね。なんか、あんまり雰囲気よく出るのかなと思ってました。なんか9番だったんですけど、うん、藤本選手が、うん、でレンタルで出た瞬間に、うん、ボージャン与えちゃったんで、うん、なんか自分の帰る場所はないのかみたいな、なるほど、いうようなことをツイートしていたっていう。まあでもそりゃそうなるよね。なんならアルビレックスに来てもらっても構わないですけど。あ、ちょ、アルビで言ったら田中達也選手の娘さんがなんかね、はい、トップチームに登録されるっていう。なでしこの新潟の方でトップチームに、15歳でしょ ?15 歳で、飛び級で。そうなんだ。らしいですよ、新潟レディースの方に。男子同時に家族が登録されるのって初っぽいですね。そうなんだ。あ、でもあれが、これか。長里選手。長里っぽいです。長里選手の場合は兄弟とかでしょ。あ、兄弟です、兄弟です、うん。親子でっていうのが初だったのか、まあ、ないですよね。そうそうないですよね。うん。なんか、やっとさんもね、やっぱり自分の息子と同じピッチに立ちたいみたいな、結構前から言ってるけど、そろそろなんか話出てこないのかな、みたいな。どこでやるんですかね。いやー、ガンバでやってほしいけどさ。このまま行くと、なんか、ジュビロ完全移籍説もあるなと思ってるから。正直、J2 はもうジュビロとサンガでしょうからね。うん。悲しいですけど。まあ、いや、あの両チームは本当、抜けてますよ。頭一つ。でも前半戦はね、新潟の独壇場だったからね。あ、でも予言してましたけどね。まあ確かにね、予言してたね。予言通りに来ちゃったね。まあ、そんなところがまた憎めないんですけどね、アルビの場合は。か負けていいわけじゃないんですけど。まあまあまあ、でもまだね、あるからね。はい、うんうんうん、ですね。じゃあちょっとそんな感じで、クラブ解説いきます？
あ、そうだ、もう一個だけ一応言っといた方がいいんじゃないの。なんすか。ルヴァンカップ、うん、そうだそうだそうだ、ルヴァンカップね、グランパス優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや、なんかこれは一回フィット一緒にさ、うん、ほらグランパスのスタジアム行ってるじゃない。ああ、トヨタスタジアム行きましたね。まあだから一応なんかちょっとそれの関連もあるし。え、それ何で行ったんですか。サントスが出てくれた動画あるじゃない、うん、はいはいはい、あれトヨタで撮ったのよ。ああ、そういうことですか。そうで、一緒にトヨタに行ってたから、だからせっかくトヨタだから、うん、トヨタスタジアム寄ってこうよっつって、まあ中には入れなかったんだけど、うん、外ぐるっと回ってね。まあグランパス強かったっすね、まあ、フィッカデンティが日本代表みたいな噂も。いや、もう大至急なってください。それそうなんの本当に。いや、なんかそういう噂ですけど。噂はあります。まあ多分ないでしょう。あ、難しいんじゃない。うん、田島さんが会長である限り多分ポイチさんの監督は揺るがないですからね。そうだね。うん、いや、もうでも大至急フィッカでなってほしいです。うん、まあありだね。全然ありっすね。ほんと頼むわ。本当頼むわ。本当頼む。なんかベンゲルさんもね、FC 東京ですよね。そうそう、アドバイザー的な感じになるんでしょ。うん、うん、FC 東京なんすか。今固まったかと思いましたね。いや、FC 東京なのかっていうね。まあでもあれどこ、ミクシーだっけ。ミクシーです。うん、お金多分投入するから補強してきそうですよね。うん、なんか全然関係ないけど野球の話だけどさ、日ハムの監督が新庄じゃん。やばい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 、あれ良くない。やばい、ああいうのが俺日本代表にも欲しいなって。確かにね、うん、いや本当それだけでちょっと野球全然見てなかったけど、うん、久しぶりに野球ちょっと来年見ようかなって思いますもん。ね、うん、早速だって新庄なんかツイッターで、シーズン中どこかでファンの人のリクエストの、スタメン、うん、で試合やってみたいみたいなことツイッターしてましたからね。すごいこと言います。うん、でしかもシーズン中ってことはだって完全に争ってる最中だから。そう、なんかどっかのタイミングで一回なんかそういうのやってみたいなと思ってるんで、決まった時は皆さん協力お願いしますみたいなツイートしてました。そういうのやれる監督っていいな、なんかね。いや確かにそれ、そういうの日本代表もな、本当にマジで注目度下がっちゃってるからな今。うん、もうサッカーで言ったのは本田圭佑しかいないでしょう。まあかそういう感じだろうね。うん、うん、俺は結構本田好きなんで。うん、いや俺も応援してる。全然ありですね。そうね、そういうのがなんか欲しいよね。うん、欲しいですね。新庄選手的な立ち、新庄監督的な立ち位置だと、もう本田選手しかいない。ね、これ意外と松木さんとかいいんじゃないかなとか思いますけどね。ああ、だそういう感じ、それもありだよね。うん、そう、あの人のことあんま最近の若い世代にしては知らないだろうけど、監督としてはかなり優秀でしたからね。そうだね。そうですね。うん、うん、まあなんだ。実況じゃん、解説のあの感じがあるから好き嫌いは分かれるかもしれない。まあそうですね。うん、でも確実に今より注目度は上がりますよね。そうだね。うん、松木ジャパンか、もしくはセルジオジャパン。あセルジオジャパンはすごいな。うん、夢ありますよね。ね。いや、まあ、ちょっとこのまま話すと脱線しちゃいそうだ。うん、じゃあね、あれやります、いきますか、クラブ解説。うん、じゃあまず、うん、マリノスからいきますか。そうね。うん、これすごいな。ね。